ゴージャスは1999年公開のジャッキー・チェン主演の香港映画、ジャッキー・チェンには珍しいラブロマンス作品である。当初の企画段階では、ジャッキーはプロデュースのみの担当で出演の予定はなかったが、その後右予曲折を経て出演もすることとなった。もともとが少女プーを主人公とした話だったため、映画冒頭から約15分ほどはジャッキーが登場せず、 前半部分はスーチーが演じる少女プーを主人公とした展開となっている。結末が異なる2バージョンが存在し、パイオニア LDC 版 VHSDVD とポニーキャニオン版 DVD ブルーレイとではそれぞれ異なるバージョンが収録されている。長年、ジャッキーの日本語吹き替えを担当してきた石丸広屋は、本作の本枠化した雰囲気などからお気に入りの作品として挙げている。 台湾の漁村に住む少女プーはこうよ夢見る女の子。仲良しのイルカと遊んでいたある日のこと、彼女は海岸に流れ着いたビムを拾った。その中には、君を待っていると書かれた手紙が入っていた。運命の出会いを確信し、手紙にあった住所を訪ねて、飛行機で香港へと向かうプー。ところが探し当てた手紙の種、美男子アルバートはゲイで、手紙は別れた男性に当てたものだった。 がっかりしながらも、女嫌いの彼の家に無理やり泊まり込んだプーは、メイクアップアーチストである彼の仕事についていくことに。洋上のクルーザーで行われる仕事の合間に、双眼鏡で海を眺めていると、別のクルーザーで一人の男性が、大勢の男たちに襲われているのを発見。海に飛び込んだ彼を、モーターボートで助けに向かう。助けた男の名は、CN チェン。 リサイクル会社を手掛ける大富豪だった。心優しい大人の男であるチェンに惹かれたプーはアルバートの助けを借りてあの手この手で彼の気を引こうとアプローチ作戦を開始する。一方チェンもまた天真爛漫なプーの純粋さに惹かれていく。プー役の候補には当初数ーが挙げられていたがスケジュールの都合で別の女優となりさらに一転して 結局はスーチーが演じることになった。ジャッキー来日時のインタビューによると最初に予定されていた女優が相手役にジャッキーを指名したが、ジャッキー自身は自分が演じたのでは観客に受け入れられないと考え、断った。その後、結局ジャッキーが演じることになったが、その女優に別のスケジュールが入ってしまったため、スーチーが抜擢されたという。 売れっ子だったスーチーは撮影当時、複数の映画の撮影を並行して同時に行っており、非常にハードなスケジュールだったが、プー役を見事に演じ、ジャッキーは近年、稀に見る質の高い女優と絶賛した。本編には使用されていないが、日本の予告編主題歌として、ホットヒップトランポリンスクールのブラスロッカーズが使用され、予告編を盛り上げている。ありがとうございます。